はい、えー、即課塾の久保です。今日は1月4日ですね、SBI のソーシャルレンディングに、えー、入金してですね、出資をして、今日返信が来ました。出資金を受領しましたということで、メッセージ来てますんで、クリックしてみます。えー、出資して3日で来ましたね、このお正月期間なのに。えーっと、あれなんか、権限がありませんで、ね、あ、ログインしてなかった。失礼しました。ログインをした後に見れますからね、皆さん、移動しないで待っといてくださいね。えー、で、えー、なんだ あと、ホーム。どこなんですかね。えっ、ー、と、メッセージですね。こちらのメッセージに、さっきのとこ来ましたね。収支金を受領しました。えー、久保様、えー。私からの出資金を以下の通り、受領しました。まあ、5万円なんですけども、これを14ヶ月運用してもらって、2.5%から10%でしたっけね。利息がついて帰ってくるってことございます。もちろん、リスクがあるものなんで、パーになる可能性はありますけども、まあ S の、SBI の、まあ、 関係会社ですからね、SBI って冠についてますから、そこまでめちゃくちゃなことにはなんないでしょうということです。取り刻んだが報告書をクリックするとああ、PDF で書類が出てきます。こんな感じですよね。うん。はい。えー、よかったよかった。出てきますね。で、もう一つ、契約書。これも PDF ですね。こんな感じですね。はい。安心ですね。 じゃあ、ソーシャルレンディングができたんで、えー、これをファイルに閉じて、えー、持っておこうかなと思います。はい。ということで、あとは、放置するか、また来月の1日から14日でしたっけ出資が可能になります。まあもちろん、今日の時点でまたね、追加出資してもいいんですけども、一応私はこの5万円だけを、ここに預けておいて、まあ、しばらく様子を見るっていうかね、ここに、 入出金って書いてるでしょそうすると、ここに、はい、出ますんで、えー、このポートフォリオをこれから追っかけていこうかなと思います。ソーシャルレンディングにこうやってね、興味を持っていこうとすると、ちょっとだけでもいいから入金すると、うん、急に興味が出ますよね、うん。なかなかいい経験をさせてもらってます。えー、それじゃあ、ソーシャルレンディングの世界、これから開けていけるかどうか、皆さんと一緒に見ていきましょう。皆さんと言ってもね、 このテーマはちょっとファンが少なそうですけどもありがとうございました。